セドの井戸の語源となったセドナセドの井戸とは、近日点が50天文単位円で、軌道長半径が150英雄円の太陽系、外円天体である。セドナ、2012VP113、2015TG387 の3つのみが発見されており、これらすべて近点が64英雄円であるが、もっとたくさんあると考えられている。これらの天体は、 約 50AU 以円からある太陽系の空撃の外側に位置し、惑星とはほぼ相互作用していないと考えられている。通常これらは分離天体に分類される。スコット・エス・シェパードラは、瀬戸の井戸はヒルズの雲に存在すると考えているが、もともとヒルズの雲は基地の3つの天体の炎天よりもずっと遠い 2000AU を超える位置に存在すると予測されていた。 セドの井戸の軌道は木星型惑星からの接動でも銀河長石との関係でも説明できない。これらが現在の位置で形成されたとすればその軌道は元は円に近かったはずである。そうでなければ微惑星間の相対速度が大きすぎ、膠着は起こらなかったと考えられる。現在の大円形の軌道はいくつかの仮説で説明できる。これらの天体は 太陽がまだ三回星団の中にいた頃に近くの恒星のそばを通った際、現在の軌道まで引き上げられた。これらの天体はプラネットナイン等のエッジワースカイパーベルトイエンにある未知の惑星サイズの天体による上覧を受けた。太陽が他の恒星の近くを通過した際に捕獲した。三つの基地のセドノイド天体は他のより極端な分離天体すべてと同様、 零度に近い近点引数を持っている。これは観測バイアスに起因するものではなく、予想外のものである。なぜなら、木星型惑星との相互作用は、近日点引数をランダム化し、セドナの再差運動期間は4000万年から6.5億年、セドナでは15億年になるはずだからである。このことは、 太陽系外側に一つかそれ以上の未発見の大質量の節動源があることを示唆する。250 a u 離れたスーパーアースは数十年のうちにこれらの天体をオメガイコール0度プラスマイナス60度の範囲に釣り合わせる。このような距離の低アルベドのスーパーアースの死等級は現在の相天観測の検出限界以下である。この仮想的なスーパーアースは プラネットナインと呼ばれる。より大きくより遠くにある雪道源だとしても暗すぎて検出できない。軌道長半径 150AU 円、近日点が海洋星円、近日点引数が340度プラスマイナス55度 W、オブザーベーションアークが1年以上の天体は27個が知られている。2015年11月10日。 V774104 が3つ目のセドの移動の候補として公表されたが、オブザーベーションアークはわずか2週間と非常に短く、近日点が海洋性の影響の外にあるかどうかはわからなかった。2018年10月1日、2015TG387 の軌道長半径が 1094AU であることが発表された。 演説点は 2123AU で、セドナよりもずっと遠くにある。セドの井戸は一つのグループを構成していると考えられるが、異質な起源を持つ。2004VN112,2013RF98,2012VP113,2002GB32 及び 2003HB57 のスペクトル傾斜は、セドナのものとは異なる。 セドナの極端な軌道のために提案された様々な気候によると、セドの井戸はより多くの構造や動体を持つことが示唆される。もしこれが海洋性異炎の惑星に起因するものであれば、そのような天体はすべてほぼ同じ近似点を持つことになる。もしセドナが太陽系と同じ方向に回転する他の惑星系から捕獲されたものであれば、 これらはすべて比較的小さい軌道傾斜角と100から 500au の範囲の軌道長半径を持つ。反対方向に回転する惑星系から捕獲されたものであれば、軌道傾斜角が小さいものと大きいものと2つのグループを持つ。近くを通過する構成からの接動は、近日点や軌道傾斜角を乱しうる。これは近くを通過した数や角度による。そのため、 このような天体のより多くのサンプルを集めることで、どのシナリオが最も正しいかを決定する手助けとなる。2006年にブラウンは、私はセドナを初期太陽系の化石記録と呼ぶ。他の化石記録が見つかれば、セドナは太陽がどう形成されたか、また太陽の近くで形成された構成がいくつあったかを我々が知る手がかりになる。と語っている。 2007から2008年に、ブラウン、ラビノーイッツ、シュアンが行った調査では、想定上のセドの緯度の位置を特定することを試みた。1000AU の範囲内の動きを注意深く調べ、2007年に、純惑星候補 2007OR10 を発見したが、セドの緯度の発見には至らなかった。この新しいデータを組み込んで行われたシミュレーションでは、 約40個のセドナサイズの物体がこの領域に存在し、最も明るいのはおおよそエリスの等級であることが示された。2015TG387 の発見後、シェパードラはヒルズの雲に直径 40km 以上の天体が約200万個あり、その合計質量は 1022kg と、小惑星体の全質量の数倍にもなると結論付けた。 ありがとうございます。